坂水がここまで来るとはという考えでしたけど、主人は寝たままいて、ちょっとベッドがついてしまって、ちょっと濡れて冷たくて起きたようです。後になったアトリエの中のものが、絵やら作品やらが浸水してたという状態です。まあ、こういう状態なので、皆様がもし来られて少しでも笑顔になれればいいなと思います。きめの細かい石こ粘土というのを使ってまして、それを、おまんじゅうを作るような要領で手のひらでこねて遊んでいるうちに、おひな様のそれなりの、くぼみや 顔を思い浮かべながら作っていきます。皆さん少しでも明るい気持ちを持って前に進んでいければと思いますし、私自身もこれからちょっと絵本の仕事が始まりますので、それに向けてまたチャレンジいたします。